それでは線形代数1の第5回の授業を始めたいと思います。前回第4回のまとめです。前回はですね、行列の演算ということで、その中の情報を取り上げまして、行列の積の結合法則ですとか分配法則について説明しました。それから点地行列やいくつかの特殊な行列の紹介を行いました。今回は次のような内容で進めていきます。まず行列のブロック分割について紹介しまして、それから正則行列について説明をします。で、次からですね、連立一次方程式と行列の話に入りまして、行列の基本変形と、それから逆行列の計算について説明していきたいと思います。それではまず行列のブロック分割から進みたいと思います。教科書は 1.6 節ですね、26ページから見てください。で、ここでの内容なんですけれども、まずここではですね、行列をいくつかのブロック、小さな行列に分けて扱うことを、これをブロック分割と言いますけど、これを紹介します。そして、このブロック分割した行列の積を求めるときは、その各ブロックをその行列の積のように扱って積の計算ができますよということを紹介したいと思います。で、まず最初にですね、そのブロック分割を導入するにあたって、最初に小行列というのを定義しておきます。これはですね、A という M 行 N 列の行列があったときに、A からですね、ある一部の行、それから一部の列を抜き出してですね、それぞれの抜き出したところの成分にするような行列を作るんですけれども、これを A の小行列と言います。具体的には A から R 行を取り出すね、 I の 1、 I の 2、 I の3って I の R 行まで取り出す。それから S 列ですね、 A の第、なんだ、 J1 列、 J2 列、 J3 列っていう JS 列まで取り出すというようなことをします。で、ちょっとその具体例なんですけれども、これ今 A がですね、3行4列の行列の例なんですが、この3行4列の行列からまず第1行と第3行を取り出しますと、こうですね、第1行と第3行を取り出しますと。で、一方で列の方は第1列と第4列を取り出しますという状況を考えます。で、この時にその取り出す行の行と列のこのオーバーラップした部分ですね、この取り出す行と列がオーバーラップした部分、ここの要素成分をこうまとめて、で、この順番を保ったまとめたものをまとめて作った行列ですね、これを小行列と言います。で、この場合、A のですね、第1行と第3行を取り出して、かつ第1列と第4列を取り出しますので、この赤で囲った部分ですね、ちょっと見づらいかもしれませんけど、このシスミの部分がをこのようにまとめた行列をですね、このような形で取り出した A の小行列と呼びます。はい。で、この小行列の注意なんですけれども、一般的にこの小行列を作るときに取り出す行や列っていうのは連続していなくてもいいです。例えば第1列と第3列と第4列と第7列を取り出すとかですね、こう飛び飛びの列を取り出しても構いません。一般にはそれでも構いません。ただし、次に述べるそのブロック分割を行うときには、連続した行や列の分割を取り出した小行列を作るところに注意してください。だから、ブロック分割の1個のブロックを作るのには、第1列と第2列、第1行と第2行というふうに連続した行や列を取り出すということになります。ここまでよろしいでしょうか。で、そのブロック分割の、定義ですね。これは、教科書ですと27ページの真ん中ら辺に書かれてますけれども、まず今 M 行 N 列の行列 A をですね、このような形で小行列の組み合わせで表します。この大文字の A11 とか A12 っていうのは、それぞれが先ほど定義した小行列なんですね。例えば A11 っていうのは、上から M1 行、第1行から第 M1 行まで取ってきて、列の方は第1列から第 N1 列までこう取ってきたと、そうやって作った小行列だと思ってください。で、こういう小行列を合計 RS 個用意します。で、この時に
この A の各商業列ですね、この A11 から ARS っていうのをそれぞれを A のブロックと呼びます。そしてこの A のブロックをですね、あたかも A の成分のようにして行列のように並べたものをこのように表しまして、これを A のブロック分割と呼ぶことにします。ですので、まあ見かけはまあ、この中はそのやっぱり行列が入っているんですけれども、まあ、ブロックごとに見ればなんか行列のように見えると、まあ、そういうものだと思ってください。さて、それでですね、その今回、紹介する性質は、そのブロック分割の積が次のように計算できるというものです。と今 A は M 行 N 列の行列、それから B は N 行 N 列の行列とします。でこの A と B それぞれブロック分割を作るわけですね。でその時にそのポイントとしては、この A の列の分割とですね、それから B の行の分割の仕方がともに等しいという仮定をしておきます。でこの時にその実は A と B の積 C というのは、その先ほどの A と B の各ブロックの積をかけた形ですね。だから先ほどの A のブロックをあたかもその A とか B のその1個の成分だと思って掛け算を行った形でこう表すことができると。ですので、まあ、ブロックごとの行列の掛け算を使ってこの行列 A と ×B の計算ができるというのがこの性質です。こういった形で、あたかもその行列のブロックに分けたものをただの行列のような扱いで掛け算ができるという性質ですので、まあ、これから多分使うところがあると思いますので、一応覚えておいてください。はい、ここまでよろしいでしょうか。